デイコムからお届け、中野ジーンズ館。ジェイコムがお届けする全国ご当地ジーンズ館の中野バージョン、中野ジーンズ館番組 MC を担当します、ブル中野です。よろしくお願いします。この番組では毎回中野区で活躍される方をお招きしていろいろな話を聞いていこうという番組です。さあ、今回のゲストにお越しいただいたのは宮桃町会の町会長さんでいらっしゃいます中山弘和さんです。はい、こんにちは、中山弘和です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、この番組では毎回3つのキーワードからゲストの人生を紐解いていきます。今日のキーワードはこちら。まず1つ目は宮桃町会ってどんなとこ、2つ目町会長になったのは、そして3つ目は宮桃から中野区へということなんですが、宮桃町会ってどんなとこということですが、中山さんが町会長を務める宮桃町会について伺っていきます、はい、まずは場所はどの辺にあるんでしょうか。はい、場所はですね、はい、JR の中野駅南口から、はい、南口、はい、中野通りを南に向かってまっすぐ行きますと、はい、五差路って中野通りと、はい、それから大久保通りと交差する五差路っていう交差点があるんですよね、はい、でそこを今度は大久保通りを環七の方に向かって少し歩くと大きなマンションが2つ左右にあるんですけど、そこからがうちの町会なんですね、そこから始まるんですね、そこから杉並区の境まで、高円寺の信号があるんですけど、はい、そこまで割と長いんですけど、はい、幅がね狭いんですよ、うん、大久保通りを挟んで、はい、中野三丁目っていうのが右側にあって、はい、左側に中央五丁目っていうのがあるんですね。でそれに挟まれたところで一部なんですよ、その中野三丁目の一部と中央五丁目の一部がうちの町会ですから、うん、ずっと細長い感じですかね、細く長く、そうです、繋がっている、はい、そこの場所に、宮桃町会があるということなんですが、世帯的にはどのぐらい、何世帯ぐらい、だいたい1850世帯くらいですかね、はい、結構多いですね、はい、加入している町会に加入している方というのは何パーセントぐらいいらっしゃるんですか。6割 60% ぐらいですかね。あ、はい、でも結構、まあ、半分以上は加入されているということで、はい、特徴として若者の単身世帯が多いっていうことですか。そうなんです。昔は道路沿いに商店もたくさんあったんですけど、はいはい、うん、みんな辞めてしまいまして、今は飲食店がポツポツあるくらいで、ね、うん、ほとんど住宅地と言ってもいいんですけど、ね、あ、じゃあ結構静かな、はい、まあ静かって言えるのか、はい、ただ若い人が多いです、はい、若い人が多い、でも若い人が多い中で町会に入っている加入率 60% って言ったら結構多い方ですよね。そうなんですよ、若い人の単身者はまず町会には入らないです。あ、入らない、入らない、入らない。それでも 60% っていうのは高い方じゃないかなと思って。そのうちは 60% の方たちっていうのは昔から住んでらっしゃる方がほとんどというか、毎年ね、やっぱり3月4月の移動期になると、はい、戸建ての家ができたり、はい、新しいマンションができたり、うん、そう引っ越してくる人の中でもお子さんがいたりとかね、うん、するところは町会に入ってくれます、はい、やっぱお子さんがいると町会に入る確率は多いですね。多いですよね、はい、やっぱりこう地域と密着する、そうです、やっぱりいろんな事業、はい、行事に出たいとかっていうこともありますんでね、特徴というのはどういうところなんでしょうか。そうですね、特徴、うん、やっぱり高齢者の見守り、高齢者のね、はい、うちの、まあ、売りは高齢者とか、はい、それから、まあ、障害者の見守りとか支え合いなんですけど、うん、はい、はい、支え合い、これはうちの町会だけじゃなくて、はい、桃園の地域全体に言えることなんですけどね、はい、いろいろなそういう盛んに行われてる町なんですね、はい、そういうことで、はい、他にも月に木曜日ですか、第一木曜日に、はい、宮桃カフェというのを やられてる、はい、これは、これは何ですか、ね、サロンなんですよね、はい、もう丸4年以上経つんですけど、うん、初めは30人くらい、25、6人から30人くらいの集まりだったのが、はいはい、今、ね、はい、
サロンに70人ぐらい来ますね。何をやられてるんですか？そこでまあおしゃべりをしたり、はいはい、それから歌を歌ったり、はい、体操をしたり、それからまあいろんな何ですかね、健康とかあれの、例えば福祉専門職とか、はい、介護専門職の人を呼んで話を聞いたりとか、はい、いろんな結構勉強になることとかも。そうなんですね、まあはい、あとは歌手の方を呼んでね、一緒に歌ったりとか。いいですね。今までどんな方が来られたんですか？結構来ましたよね、まあ、有名な方で、名前ちょっとど忘れちゃいましたけどね。有名な演歌の方ですか？演歌じゃないね、あのジャズです。あ、ジャズの方で、あのカフェっていうから、こうなんかお茶を飲む場所なのかなと思ったら、そういういろんなこともやられるんですね。そうなんですよ。でそこへ来てる人同士でね、はい、あの長い間こう顔見知りに来てると顔見知りになって、お友達になる方も随分多いんですよね。そういう集まりということで、はい、あのいろんなことをやられている中で、あの宮本シアターというのもそうですね。これはあのこれももう3年半ぐらいになるんですけど、はい、毎月第3木曜日にやってるんですよね、はい、これはどこでやられるんですか？これも同じセンターの中で、町会の方が集まるセンターで、そうですね、町会の方だけじゃなくて他からも結構来るんですよ。そうなんですか。これシアターってあの、まあ、映画ですね。あの、まあ、昔の例えば喜劇だとか、それから、はい、まあ、往年の名画だとか、やっぱしお年の方に合ったというか、そうですね、はい、上映されて、はい、喜劇だけじゃなくて、たまには真面目な映画もやるんですけどね。それから洋画もやります。はい、日本の映画とかもやられるんです。日本の映画も例えば寅、はい、さんとかね、はい、釣りバカにし、あ、いいですね。他にもお花見だったりラジオ体操、はい、まあ大体そうですね、1年を通じて、そうですね、1年間のうちにものすごい、もうほとんど毎月なんじゃないかっていうぐらいやられてますよね。そうですよね。毎月っていうのはもう本当に宮本カフェとシアターだけで毎月第1と第3にやってるわけですし、それプラスこのイベント、お花見、ラジオ体操、夏のお楽しみ会、そうですね、クリスマス、お祭りもあって、クリスマス餅つきもあって、大体もうもう1年間ね、大体、はい。さあ2つ目のキーワードに行ってみましょう。2つ目は町会長になったのはという、これはきっかけですかね。きっかけを聞きたいんですけど、まずあの中山さんの、はい、出身はずっと中野区で。いやいや、あの僕は出身は群馬県なんですよ。群馬、はい、あ、全然違いますね、全然違うところですね、はい、で群馬県から昭和30年に中野に来まして、はい、その当時初め北口に打越町会っていうのなんですけどね、はい、打越に住んでたんですよ。北口、はい、うん、でそこからあの中野宮中っていう、もう今はなくなっちゃってますけど、はい、あの早稲田通り沿いに、昔は昭和通りって言ってたんですよ。昭和通り、今の早稲田通りをね、はい、あのちょうど今の野方警察とか、はい、あちらの方に学校があったんですよね、宮中が、はい、そこから、中野その町会に関わるようになったのはいつ頃からなんですか？いやいや、その頃はまだ母親に連れられて行ってたようなあれですからね、はい、うん、あの今の場所に移ったのは昭和33年、はい、中学を卒業して高校に入った年ですかね、それ以来ずっと同じ場所です。まあ、家は建て替えましたけど、はいはい、それから就職されて。就職はしなかったんです。しないんですか？はい、自分で自分で。いや、サラリーマンっていうかね、うん、まあ他の会社に出向したり、例えば自分で、まあ、会社を立ち上げたりとかっていうのはありましたけれど、はい、いわゆる正式なサラリーマンで勤めたことってあんまりないんですよ。全部自分でやったりとか、うん、家のことだったりとか。そうですね、はいはい、それを、何歳ぐらいから町会にはじゃあ関わるようになったんですか？町会の役員に誘われたのは、はい、うん、40代で誘われたんですけども、うん、その時はもう仕事忙しくて断っちゃったんですよね、はい、うん、でその次の町会長、私の前の町会長の時に誘われて、はいはい、ぜひやってくださいって言うんで役員になったのが53の時です。53歳ですね、はいはい、そこからずっと町会長さんに
いやいや、町会長は仕事をリタイアした後ですから、仕事をリタイアしたのは僕は61の時ですからね、はい、その後2年くらいして町会長を引き受けることになりました。まあ、こんないろんなね、毎月いろんなイベントをやってるということは町会長の仕事すごく忙しいんじゃないですか。そう、やっぱりでもやり方だと思うんですよ、はい、やり方次第で、まあ、まあ、とにかくね、はい、あの本気になって何でもやろうっていう気になると、はい、うん、これは忙しくて、うん、とてもその現役の仕事を続けながら、うん、町会長やるのは難しいかもしれないね、うん、両方するのは、両方やるのは今はもう仕事終わりで、いや、もう仕事はもう町会のことだけなので、はい、町会のことだけっていうか、うん、派生するんですよね。例えば、うん、宮本町会だけじゃなくて、はい、例えば桃園の地域の中の他の町会との付き合いとか、はい、それから違う区の、はい、うん、例えば、いろんな社会福祉協議会とかってこう行くわけですよね、はい、あの何かの仕事、例えば、はい、うちでやってるネットワーク会議っていうのが始まったのは、もともとその中野区にはモデルがなかったんですよ、はい、で千代田区に行って、はい、千代田区でこんなことやってるんだってことが分かって、それをまあパクったというか、はい、モノマネで始めたんですよね、はい、それがもう取り入れよう、そうそうそう、それがもうネットワークを使って、ネットワーク会議っていうのは、はい、要するに見守り支えのネットワーク会議なんですよ、うん、で中野区では多分、うん、うちの地域が桃園の地域が初めてだろうと思うんですけど、はい、町会自治会の代表とかね、はい、まあ、それからだけじゃなくて民生委員とか、はい、それからあの福祉とか介護の専門職とか、はい、それから行政の、ね、職員とか、うん、NPO とかボランティアとか、はいはい、それから介護サービスの事業者とかも呼んで今やってますんで、ね、最初はやっぱりこれも40人ぐらいで始めたのが、はい、今はだいたい80人から100人くらいの規模になってますよね。でいろんな立場の人がこう交わって、はい、そこで例えば一つのこういう地域で高齢者についてこういう問題があったということで一つの事例をね、うん、みんなでこう話し合うわけですよ。こうテーブルをいくつもこう作って、うん、10人ぐらいの単位で6つか7つ作ってね、うん、でそこでいろんな立場の人が入って、はい、でファシリテーターを決めてその人が進行して、うん、あと記録を取って最後にテーブルごとに発表するっていうようなやり方も取ってるんですよね。でそれをネットワーク会議がもう7年ぐらい長いですね、続いてるんですよ、はい、そのきっかけになったのは中野区ではその全然そういうことをやってるところがなくて、たまたま千代田区の社会福祉協議会でやったのを見に行って、それをまあモノマネしたってわけです。やはりあのこの中野区の中だけでやっているっていうよりもいろんなところに行っていろんないいところをこう、そうですね、だから江東区にも行きましたし、文京区にも大田区にも行きましたよね、はい、そういういろんなところのいいところをこう取り入れられるっていうのがすごくいいですね。そうですね、はい、新しいことをチャレンジしてみて良ければそのまま残せばいいし、はい、ちょっとね、まあ、あの合わないなっていうことは排除していけばいい。この中野の中だけにいると見えてこないことっていうのがいっぱいあるんですよね、はい、なるほど、こんなことやってるんだってね、はい、はい、っていうのはいいですね、まあ、すごい、あの町会長さんでいらっしゃいながら他のところにもいっぱい目をつけていく、はい、まあ、それはもう仕事をリタイアしたからっていうのと、はい、うん、今のあの区民活動センターの事務局長に追うところが多いですよね、うん、あ、そうなんですね、うん、だから今の、はい、あのセンターっていうのは、はい、昔はあの地域センターって言って中野区が直営だったんですよ、はい、今は中野区が直営じゃなくて、はい、中野区が我々の町会とか自治会を主体にしたあの地域の団体に運営委員会って言ってるんですけど、委託して委託料を払って、はい、でだから僕らが事務局員を雇用して運営してるって形になってるんですよね。そうなんです、中野区とは少し離れながら、うん、そうなんです、個人でできる、はい、個人というかあのみんな出てきるっていう、まあ地域のことは地域でっていう感じなんですけどね、その他でも結構いろんなことでこう縛りがなく動けるっていう、そうなんです、建前はそうなんですけど、実際はうまくいってるところはねあんまりないんですよ、うん、やはりそうです、口はばったいですけど、うちの桃園の地域と、うん、あと1つか2つくらいかな、うん、まあまあ、ね、だから結局その運営の仕方自体で変わってきちゃうんですよね、うんうん、そうですね、別にあのね、そこがすごい仕事っていうわけではないので、はい、ちょっと
ね、そこを運営するっていうのはすごく難しいと思うんですけど、はい、やっぱりそれには本当に中野が好きで、ほとんどもうボランティアの気持ちの精神の上でやっているっていうことが一番。まあそうですね、ボランティアだからいいのかもしれないね、うん、利害関係絡まないから、うん、そうですよね、なんかその方が本当にもう愛にあふれている町会が作れるという、本当にその、 基本だと思います、はいはい、それでは最後のキーワードになってしまうんですが、はい、宮桃から中野区へということなんですか。はい、まあ、宮桃からというよりもうちの活動自体が、はい、やっぱり桃園区民活動センターの中で育まれてきましたので、はい、桃園地域の、はい、例えば運営委員会でね、今区民活動センター運営委員会でやってること、はい、これが今先ほど言ったあの宮桃カフェとかシアターっていうのが、これ実はうちの町会だけで関わってるんじゃなくて、もう2年くらい前にね、介護保険っていうのがありますよね。介護保険の中の要支援の一部のサービスが地域に各市区町村に移されちゃったんですよ。国の介護保険から離れて、で中野区の介護予防、それから日常生活支援総合事業って形で移されたものですから、ただ業者、今までの事業者ね、介護事業者とかは飛びつきやすいんですけど、なんて言うんだろう、住民主体って言って我々がそれに総合事業に参加するにはすごくハードルが高かった、それを初めてね、やったんですよ、桃園地域で。で今はだから総合事業としての位置づけですから、はい、宮桃シアターとカフェとシアターと、もう一つ去年の4月に立ち上げた民生児童院の立ち上げたね、桃園茶屋とっていうのがあるんですね、はい、それから運営委員会で前からやってる、これは介護予防の運動に特化した、はい、桃園の通う教室、通うと、はい、通うとこう引っ掛けて、はい、それを4つのその活動を統合して桃組っていうのを作って、その桃組が総合事業に参入したんですよ。でどういう位置づけかっていうと、その桃組の活動自体が通所介護なんですよ、デイサービスなんですよ、はい、そういうことをね始めて、結局もう町会からそうなると離れるわけですよね、だから全体でやり始めるっていう、だからそういうことがいくつかありまして、桃組の活動もそうだし、それからつい最近ではね、役所のやってた子育て支援のどんぐりっていうあれがあってるんですね、それはお母さんとか子供たちがまあいろいろ遊ばせたりなんかするね、それを区でやってたんですけど、区が結局その委託を頼んできたわけですよ、桃園運営委員会に。でそのままじゃ受けられないっていうんで、どんぐり運営委員会っていうのを立ち上げて、要するに子育ても受けるようになった。だから子育てから高齢者のあれまで、0歳から100歳児まで全てのね、その年代のあれを支援していこうっていう、まあこれはどこまでできるか分かんないですけど、そういうことを今まあ始めていますよね、はい、それが宮桃から中野区へと。そうですね、だから中野区へっていうよりもね、他の地域に、この桃園地域の活動を広げたいなと思ってるんですよね。これからもっともっと大変になってしまうと思うんですけど、なんかねちょっと広がりすぎちゃってね、うん、まあちょっとやりすぎじゃないかっていう批判もいくつか受けてますけど、もう本当でも皆さんのねご協力が本当に一番だと思うので、はい、これからも頑張ってください。ありがとうございます、はい、まだまだ聞きたいことはいっぱいあるんですが、はい、お時間来てしまいました。中野人図鑑ではこれからも中野区で活躍される方をご紹介していきますので、お楽しみに。今日は中山さん本当にありがとうございました、はい、こちらこそありがとうございました。